ガスマンの肖像画フロリアン・レオポルト・ガスマンは、ボヘミア出身のドイツ人の作曲家。現在ではその作品はほとんど忘れ去られているが、ウィーン古典派の戦勝となる18世紀ウィーンの主要なオペラ作家の一人であり、ウィーンの宮廷学長を務めた。ガスマンは今のモストで生まれた。父親は、金細工職人だった。はじめ同地のヨハン・ボボルシルから、歌。 バイオリンハープの演奏を学んだ。ホムトフのイエズス会の教会学校で初期の音楽教育を受けたという説もある。ドイツ総合人物辞典によると12歳の時に父親が家業をガスマンに継がせようとしたが、ガスマンは実業に興味を持てずに家出し、ベネツィアで神父に拾われた後にボローニャに送られてマルティーニ氏の下で本格的に音楽を学んだ。ベネツィアに戻った後は、 女子修道院のオルガニストの職につき、その後彼の音楽的才能を知ったレオナルド・ベネリ、白爵の邸宅に住むようになったという。しかしながらシンドイツ人物辞典によるとこれらを実証するための文献が欠けている。ガスマンは1757年に最初のオペラ、メロペをベネツィアの社肉祭のために作曲したが断片のみが残る。その後5年間毎年ベネツィアでオペラを作曲。 上演している。1763年、ガスマンはグルックの後継者として、ウィーンの宮廷にバレエの作曲家として招かれた。1864年10月18日に2つのバレエを含むオペラ、オリンピーアデがウィーンで上演された。ガスマンは、ヨーゼフ2世のお気に入りの作曲家だった。 作曲家としては歌うような旋律と、後期バロック音楽の威法の技術を結合させ、オペラの人物の性格を音楽的に際立たせることによって、ウィーン古典派の戦勝としての重要な人物の一人となった。1765年から翌年にかけて、ベネツィアに旅行し、この時にアントニオサリエリの才能を見出して、ウィーンに引き取り、彼に音楽教育を施した。 1771年には音楽家の未亡人や孤児を助けるためのご助団体である音楽家協会をウィーンで創立した。この協会は年に2回コンサートを開催して資金を集めた。ガスマンはコンサートのために自らオラトリを救われたベトゥーリアを作曲し、1772年3月29日の協会の最初の演奏会で200人以上の 音楽家を集めて初演された。1772年に、ロイターが没すると、その後継者として、ウィーンの宮廷学長に就任した。1769年から翌年にかけて、メタスタージオ台本のオペラ、越洋、社肉祭で作曲、上演するために、ローマを訪れた。この時同じボヘミア出身のバンハルと会って、共同で作曲したと言われる。キトに、 馬車の事故で負傷し、その後は長く健康を損ねた。1774年1月21日に水種によってウィーンで没した。44歳だった。宮廷学長の職はジュゼッペ・ボンノに引き継がれた。ガスマンは1768年にバーバラ・ダムと結婚し、一人の息子と二人の娘があった。娘ははじめカール・フリーベルト、後にサリエリに音楽を学び。 共に歌手になった。ガスマンは22曲のオペラを書いた。そのほとんどはイタリアオペラであり、多くは喜劇である。他にミサ曲やレクイエムハタン調などの教会を音楽、シンホニア、多数の室内楽曲などを書いている。ありがとうございます。